はい、お疲れ様です。宮本さん、サーフィンを始められたのは50代過ぎですね。で、僕と出会ったのがちょうど2、3年前で、今年57か58、59になると思うんですよ。59かな、ちょっと定かではないんですけども、まず僕が一つ言えるのは、2年前初めて会った時に、格段にサーフィンはめちゃくちゃ上手くなってます。で、がっつり横も行けるようになって、ダウンザラインもできて、そしてですね、ボードコントロールもしっかりできるようになってきたっていう感じが、かなりこの動画でも見えましたね。まず、僕が言いたいのはやっぱりこの、波に乗らないと始まらない。今現在波に乗るのが2、3本が限界っていう人たちとかは、板を変えれば絶対に行きます。そういう人たちに限ってですね、すごい難しそうなシングルフィンとかに乗ってたりするんですよ。シングルフィンって結構やっぱ上級者向けで、上級者向けって言っても、その波にもよるんですけども、例えばこのイクミとかじゃ、多分結構難しいと思います。ある程度の技術がないと、やっぱりこの、こういう風に乗っていくっていうのはすごい難しいっていうのが、まあイクミでもあるんですけど、このイクミをですね、こんなに乗りこなせる。で、イクミ入ったことある人やったらわかると思うんですよ。結構難しいですよ。僕が教えてる中でも、イクミやったら、立てるかなーとか、結構思ったりする人も多いんで、こう、宮本さんはもうそれをね、頑張って、クリアしていってるので、ほんまにすごいレベルアップしたなって。改めて、サーフィンを見て思ったし、動画を撮ってて思いました。宮本さん、すっげーサーフィン伸びました。で、この伸びた、この伸びた比率で言うとですね、多分宮本さんより早く歴を始めてサーフィン長いことやってるけども、もう宮本さんに抜かれた人たちは多分世の中にいっぱい出ると思います。でもそれはもう宮本さんの
努力っていうのもあるんですけども、宮本さんはこの海沿いに決して住んでるわけでもなくて、もう完全大阪の東大阪ってところに住んでましてですね、海も一番近いところで1時間ちょいぐらいかかるところで、まあコツコツと最低は週1回は波乗りに行って頑張ってたのが成果に出たと思います。まあそれでも多分週1回行っててうまくならない人はもう完全に行っただと僕は思いますね。やっぱ宮本さんのこの一気に伸び方、こうしてくださいああしてくださいって言っても、まあ転ばずに頑張ってやっていけてる、そしてロングライドできるようになってきてる、このイクミっていうね、この日もちょっと癖が強かったです。やっぱこの波に乗れる人と乗れない人っていう差がもうすごい出てしまうっていうポイントでもあるし、普段ねどっちかというとロングボードが少なめでショートボード道場なので、ロングボード来る人は結構レベルが高いっていう人たちっていうのも、まあ、イクミっていうのがあって、初心者の人たちが来てバンバン波に乗れてるっていうのもあんまり見ないですね。それでちょっとイクミは惚れてて難しいっていうのもあるんですけども、まあ、そこで宮本さんがすごいこの成果を出してくれたっていうのはすごい嬉しいし、宮本さんの日々の毎週毎月頑張ってきた努力っていうのもあると思います。これからもね、宮本さん頑張って引き続きサーフィンしていきましょう。ありがとうございました。おー